ホテルに着きました。Welcome to Yohei's Easy Japanese Vlog. Subscribe and let's start studying Japanese. For those who watched the last vlog, here's a list of the words from that video. You can pause the video and see how many words you remember. How did you do? 今日は姉と姪っ子が遊びに来たので、阿蘇の旅館まで家族旅行に行ってきました。新しい日本語を学べるといいな。最後まで見てね。お昼ご飯はモスバーガーで、ファストフードの中でも健康的なお店、期間限定でレタスバーガーもありました。橋に着きました。橋です。これは橋です。熊本の地震で壊れていました。アイスを食べたいけど太るから我慢します。食べない。あの人たちは食べます。あいつたちはいたもん。今見えているのが阿蘇山です。ホテルはとても綺麗で、外には鯉の池もありました。ここはホテルのお土産コーナーです。阿蘇のいろいろな食べ物やグッズが売られています。1、3、3。なんだこの感じ。これがだけそのヘアブロットだ。ヘアブラすげえな、なんか受ける。自転車の鍵をもらったので、今から外を少し自転車で走ってきます。川の横を少し自転車で走ってみます。夕日が綺麗なので、ドローンを飛ばせる場所を探します。できます。桜が超綺麗。近くにドローンを安全に飛ばせる公園があったので、夕日が落ちる前に急いでセットアップ。僕のドローンは小さくてすぐ簡単に飛ばすことができます。ドローンを準備します。飛ばす時は安全第一に。これは DJIマビックエアーです。ホテルにはレンタル用の浴衣がいっぱい用意されていました。多いと少し迷うよね。お腹が空いたので晩御飯へ。今日はバイキングスタイル。
食べ物の種類がありすぎて正直びっくり。お酒、ソフトドリンク、漬物、刺身、お寿司、大トロ、お フルーツピザ、焼き鳥、チョコレートファウンテン、サラダに、カクテル、お肉とビールまで。ビールマシンの使い方を教えます。まずはキンキンに冷えたグラスを取って機械にセット、スイッチを押すと自動でビールを注いでくれます。7対3です。疲れた時は最高に美味しいよね。チョコレートファウンテンは人生で初めてかも。美味しかった。ご飯を取りすぎたので母に分けることにしました。この夜食べ過ぎた母はお腹を壊して吐いていました。次の日はじいちゃんばあちゃんの家に挨拶に行きました。いとこは阿蘇の農家で牛を育てています。ニーナには少し怖かったかな。そんなところで今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとう。いいねとコメントお願いね。次はどんな日本語が知りたいかな。またね。